未解決恐怖の神隠し事件、赤城神社主婦失踪事件。神隠しと聞いてあなたは何を思い浮かべますか？人がたくさんいる中で一瞬で人が消えてしまうなんていうことをあなたは信じられますか？今回は群馬県の神社で起きた赤城神社主婦失踪事件についてご紹介します。赤城神社主婦失踪事件とは、赤城神社主婦失踪事件は1998年に群馬県宮城村で発生した失踪事件です。1998年5月3日、千葉県白井市に住んでいた主婦の静香紀子さん、当時48歳がゴールデンウィーク中に夫、娘、孫、おじ、おば、義母と一緒にツツジを見るため群馬県宮城村三代沢、現在の前橋市三代沢町にある赤城神社に訪れます。この日はあいにくの雨で、夫とおじ以外は駐車場に停めてある車で待つことになります。しばらくするとのりこさんは、せっかくだから賽銭をあげてくると財布から賽銭用の金を101円だけ取り出し、一人で神社への参道を登っていきます。その時ののりこさんの格好はピンクのシャツに黒のスカート、赤い傘という目立つ格好でした。娘さんは駐車場から100メートルほど離れた境内とは別の方向の場所で佇むのりこさんの姿を目撃しています。娘さんは境内とは別方向にのりこさんがいたため不思議に思いましたが、数十秒ほど目を離した隙にのりこさんの姿は消えていました。これがのりこさんの最後の姿となりました。戻らないのりこさんを心配した家族は周辺を探し、それでも見つけることができなかったため警察へ通報します。その後10日間で延べ100人余りで付近一帯を捜索したが、のりこさんを見つけることはできませんでした。この付近はよく整備されており、崖などの危険な場所や道に迷う箇所もありませんでした。またゴールデンウィーク中で神社には大勢の人が訪れていたにもかかわらず、不審な人物の目撃情報はなく、群馬県警に20件ほどの情報が寄せられますが、のりこさん発見に結びつくような有力な情報にはなりませんでした。謎のホームビデオと無言電話。失踪から7ヶ月後、失踪当時に赤城神社で偶然撮影されたホームビデオが撮影者によってテレビ局に提供され、そこには何者かに傘を差し出すようなのりこさんらしき人物が小さく映っていたそうです。しかし家族は別人だと否定、彼女の行方に関する情報は皆無のままでした。その後自宅に無言電話が数回かかってきますが、いずれも手がかりにはなりませんでした。不可解な点、目撃者が家族以外に誰もいない。失踪当日、のりこさんの家族が車を止めた駐車場から神社の境内までは50メートルほどの距離しかなく、彼女が佇んでいたという神社へと続く林道も駐車場にかけて5分とかからない短いものになっています。この狭い空間の中でのりこさんは失踪してしまったことになります。当日のりこさんはピンクのシャツに黒のスカート、赤い傘という目立つ格好で、これだけ人がいたにもかかわらず家族以外の目撃者がないのは不思議でなりません。神社内だけでなく神社周辺の住民の目撃情報もありませんでした。101円という金額の賽銭。赤城神社へ参拝に訪れた当時、天気は雨だったため夫とおじの2人だけで最初は神社に向かいました。その後のりこさんも2人を追いかける形で参拝に向かいます。のりこさんは車を降りるときに100円玉1枚、1円�1枚の合計101円を賽銭として持って出たと家族は証言しています。普通であれば5円だったり100円だったり、切りのいい金額を持っていくと思いますが、なぜ100円玉1枚と1円玉1枚という中途半端な金額を持っていったのでしょうか。その上、なぜ賽銭の金額を家族が1円単位まで知っていたのかも疑問が残ります。当時自らの意思で失踪や何者かによる拉致説などいろいろ飛び交いましたが、自ら失踪するにしてもわざわざ家族と参拝に来て失踪とは考えにくいですし、拉致であったとしてもこれだけ人が多いゴールデンウィークを狙って拉致をするというのも考えにくいように思います。家族は必死にのりこさんを探し、
テレビ番組にも出演しますが、のりこさんを発見することはできませんでした。失踪から10年後の2008年に群馬県警がのりこさんの顔写真などを掲載したビラを500枚配り情報提供を呼びかけますが、有力な情報がなかったため、同年6月法律上の死亡扱いとなる失踪宣言がなされ、未解決事件となってしまいました。ちなみにこの赤城山周辺には昔から神隠しの伝説があり、この山には杉の坊という大天狗が住むと言います。のりこさんは現代で神隠しにあったのでしょうか。あなたはどう思われましたか。それでは今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。